皆さんこんにちは。回転切り業級ロンドンブルーバッジガイド牛こと牛堂です。今日はロンドンオータール駅に来ておりまして、久しぶりにダブルデッカーツアーやりたいと思います。ここから139番のバスに乗って街の中心部を走り、ビートルズ有名なアビーロード、そこまで皆さんをご案内したいと思います。このオータールの駅は個人でウィンザー城に行かれる方はここから電車に乗って50分、あとストーンヘンジに行かれる方、ここから電車に乗ってバス乗り換えて行く駅でもありますし、あと6月にはお帽子をかぶって目いっぱいおしゃれをしたロンドン子たちがアスコット競馬場へ行くのに利用する駅でもありますし、あとウィンブルドンに行く際テニスファンが使う駅でもあります。通常旅行者の方がアビーロードに行く際は街の中心部トラファルガー広場、またピカデリーサーカス、その辺りから利用することになるかと思いますが、今日は2階の一番眺めがいい最前席、そこをどうしても取りたいので、バス始発となります大樽の駅にやってきたわけです。駅の前、ここがたくさんのバスの始発になってまして、バス停いくつもありますが、バス停のマークの下にどこどこ行き、あと何番のバスここ止まりますと書いてますので、それで確認なさってください。今日乗るのは139番。はい、ウォータールを出てトラファルガー広場、ピカデリーサーカス、オックスフォードサーカス、そしてアビーロード、最後ゴーダスグリーン、結構長距離走るバスですので旧型の2階建てバスになってます。はい、139番早速やってきました。前から乗って、IC カードみたいなので料金払ってタッチして、ガラガラですね。今日は土曜日の朝です。はい、最前席4つ取ることができました。正面右手ガラス張りの丸いビルは iMAX、 いよいよもうすぐメイトリックス4作目が12月公開ですけどね、ここで見たいですね。正面には、正面左手新しく作ってるのはマンション、その右にちょっと古いモダンなビルも、もともとはシェルのビル改装してマンション、この辺りはもともとシェルの本社があったところで、その辺りは全部今マンションとして再開発されてます。これからウォータールーという橋を渡りますが、この橋はロンドンかかる一番長い橋、1945年にできましたから、ほとんど戦時中女性の手で作られたのがレイディースブリッジと言われています。映画「哀愁」の舞台になったり、「キングス」の舞台になったり、あと画家のモネがこの橋の絵を結構描いてますね。知ってるだけで6点あります、ウィキペディアに出てる。一つは上野の国立西洋美術館にありますので、もしそちらに行ったら探してみてください。正面四角いコンクリートの建物はこちらは国立劇場、そして左手これから覗くとすっかりロンドンのランドマークになったロンドンアイ、その中にビッグベン、エリザベスタワー、国会議事堂です。はい、今左手はヘイワードギャラリー、そしてその隣はロイヤルフェスティバルホールという大きなコンサート場があります。はい、大樽橋です。この橋を境として左手がウェストミンスター市、そして右手がロンドン市、ロンドン中心部を構成する2つの市のほぼ真ん中に入っていく橋になってます。奥高層ビルがあるところが金融街の中心、その左にロンドンのランドマークとして300年間建ってるセントポール大聖堂、そして左手は観覧車の右手2つの塔が国会議事堂、手前がビッグベンとして世界中の人に親しまれるエリザベスタワーとなります。この川の北岸、国会議事堂からずっと河口へ向かってロンドン島まで歩いた動画も使ってますから、細かいところはそちらをご覧ください。橋を渡ると右手が1776年ウィリアム・チェンバースデザインのサマセットハウス、彼はキューガーデンの中国風の塔グレートパゴダの建築家でもあります。ここは静かな中庭があって、007やシャーロック・ホームズの時代劇の映画の撮影もちょくちょく行われますが、たくさんのテナントが入ってます。一番大きいのがキングスコレッジ。アインシュタインが一番尊敬した物理学者ジェームス・ロバート・マックスウェルが教鞭を取ったところでもありますし、あとコートルド美術館という特に印象派ので有名な美術館も入ってます。ゴッホがゴーギャンと喧嘩して耳たぶ切って、アダの自画像だとか、この間山田五郎さんが YouTube で取り上げた草上の昼食の一点も見れるところです。正面白い垂れ幕が下がったところ、ライオンキングをやってる劇場、そこまっすぐ上がるとロイヤルオペラハウス、雨宮がやってるところもすぐそこ、この辺り劇場がたくさん。ここからピカデリーサーカスあたり一帯がシアターランドと言われるところとなります。次の信号を左に入ると、帝で有名なギルバート・サリバンのオペラッタなどを扱って大儲けをした興行主リチャード・ドイリー・カルゼさんが1889年にオープンさせたサボイホテルが開いてです。ジャズのスタンダード「ストンピン・アッタ・サボイ」という歌はニューヨークのサボイボールルームの歌ですが、高級感があってかっこいい名前をということでサボイホテルから名前を取ったそうです。次左に入ると教科書も出てくるアークライドさんが住んでたところです。彼が世界で初めて水力を使って工場というものを作り、まさに産業革命を起こした起業家の一人と、今でしたらベゾス、マスク、ゲーツ、そういう人に当たるんじゃないでしょうか。今走ってる道はストランドという道です。さっき渡ったウォータールー橋は最初ストランド橋という橋にするはずだったそうですが、ワーテルローでの勝利を祝ってナポレオンのウォータールー橋という名前になりました。盛大なオープニングセレモニーはイギリス人に人気画家のコンスタブルが描いてます。これはテートブリテンに行くとご覧いただけます。左はチャリンクロスの鉄道の駅、昔はボートトレインと言われる船と連結した列車がここから出ていましたから、19世紀はここが大陸への玄関口となります。で右手をご覧いただくと教会はセントマーチンズ・イン・ザ・フィールド、その奥ドームがついたところはナショナル・ギャラリーです。ナショナル・ギャラリーは珍しく中で撮影したもの YouTube でアップしていいという許可が出まして、そちらも作ってますからぜひご覧ください。前方右手赤い2階建てバス、今これ休憩してるみたいですが、これが15番、ここから始発になるので、その動画も作ってますのでご覧ください。ロンドン島まで走るバスです。正面トラファルガー広場、以前の動画で何度も出てきていると思いますが、1805年トラファルガー沖でナポレオンをやっつけてこの国を支配するようになった記念の広場です。これぐるっと左に U ターンするとシャーロック・ホームズのパブがありますから、シャーロック・ヤンはそこ行かないといけないですね。そして左手を見ると国会議事堂の時計とビッグベン、エリザベスタワー、そして正面アーチをまっすぐ抜けるとバッキンガム宮殿、映画「ワイルドスピード」の最新作でも出てくるところです。はい、両方のトラファルガー広場、この辺りは旅行者の人が非常に頻繁にやってくるところではあります。ということで今前方右でカナダの国旗が出てきました。こちらがカナダの高等弁護官事務所、大使館みたいなもんですね。このカナダの旗をバス停の目印にしてください。これからバス進むとセントジェームスという紳士の町へ入ってきますが、入っていく通りはパルマル、特に紳士クラブが並ぶ通りとなっています。サインはトラファルガースクエアになってますが、それは今止まってたところですね。この道まっすぐ突き当たるとセントジェームス宮殿、こちら突き当たるとピカデリーサーカス、一方通行なんで次を右に曲がってピカデリーに向かいますが、この通り立派な建物がたくさん並んでますね。フィレンツェのパルツみたいな建物、みんな紳士クラブです。はい、ここを右に曲がりますが、そうすると右にはクリミア戦争の記念碑、手前左手女性の像がフローレンス・ナイチンゲールです、フィレンツェで生まれたお嬢ちゃまですね。フィレンツェのことを英語でフローレンスなんでフローレンス・ナイチンゲールと両親が名前付けたそうですが、優しそうな女性想像したらもう間違い、男と戦っていろんな改革を持った怖い人だと思ってください。はい、こちらからリージェント通りに入りました。以前ロンドンにいらっしゃったことがある人はなんか見覚えがあると思います。この右手に三越があったんですね。もうなくなって何年だったでしょうか。はい、昔は日本のツアーのバスがたくさんここに泊まって三越でいっぱいお買い物をしていただいたんですが、はい、リージェント通りセントジェームスにやってきました。この界隈には他にもそごう伊勢丹高島屋免税店多数だったんですが、みんななくなってしまいました。次の信号左に入ると紳士がシャツを仕立てるシャツ屋さん通りジャーミン通りです。この通り沿いまっすぐ来たリージェント公園までの土地ビルは女王様が持ってます。そこからの収入を経費で使ってますので、実際英国王室は税金に一切お世話になってません。ピカドリサーカスです。ただの交差点です。何があるわけでもないんですが、唯一ここで見れるのが大きな電光掲示板。基本的にここしか許されません。その手前に水の出てない噴水があり、羽の広げたキューピッド、慈愛の天使エロスが乗っかってるんですが、これがみんなの待ち合わせの目印です。電光掲示板から右奥に入っていくと夜の歓楽街双方、そして大博物館まで歩けます。そして左手がピカデリー大通り、フォートナム・メイソン・オーリス芸術院ボンド通り、右手突き当たり奥木が見えるところはレスター広場映画館街です。はい、ぐるりと回ると次のバス停がピカデリーサーカスとなっております。リージェント通りっていうとリージェントの髪型の語源になったともともと言われてますけども、前髪が飛び出したスタイルはルイ15世の公爵ポンパドール夫人からポンパドールという名前です。そして頭の後ろに谷間を作りますから、それがこの通りに似てるということで、日本ではリージェントはこの頭の前じゃなくて後ろのことだと書いてるものがあるんですけれども、こちらではアヒルのお尻に似てるっていうんでダックアースっていうんですね。まあ定かじゃないですね。日本独特のようです。ご存知の方いたらぜひ教えてください。正面左に紫の旗、1926年からやってる老舗のインド料理屋です。ヴィラスワミー、ゆったりと落ち着いてお食事取られたい時におすすめです。正面バーバリーのお店がありますが、これ左に入ると背広の語源の背広楼、そこにアップルの事務所がありましたから、ビートルズの解散前に屋根の上で歌ってますね。はい、左に覗いてください。これ突き当たりの上の屋上、だいたいあの辺りと思ってください。あと今の小道を奥に行ったところでデビッド・ボーイがジギー・スターダストのレコードジャケットの撮影をしてます。1825年にロンドンの目抜き通りとして完成したこのリージェント通り、当時摂政政治を行った後のジョージ4世がお気に入りのジョン・ナッシュという建築家に作られています。正面右手赤い旗のところはおもちゃで有名なハムレーズですが、できた当時から住居が一軒もないお店だけの通りとして開発されています。摂政政治のことをリージェントと言いますので、リージェント通りという名前になりました。花の都と言われるパリ、あそこも昔汚かったんですね。そうするとナポレオン3世がオスマンを雇ってパリ大改造を行いますけれども、そのインスピレーションになったのがリージェント通り、そして当時ロンドンに次々と完備されていった下水工事、そして綺麗なパリへと生まれ変わっていったということです。はい、ここで右手ご覧いただくと今工事中ですが、白黒のビル、こちらが日本でも人気のあるリバティです。ナポレオン3世はロンドン滞在中、まあ女遊びがひどくて3年で財産使い果たしてしまったそうですけどね。ビクトリア女王様とは非常に仲が良く、皇帝退位させられたとイギリスに亡命してきてイギリスで亡くなりましたから、ロンドン南西部ファンボローというところに埋葬されています。オックスフォードサーカスにやってきました。イギリスで初めて日本をお手本としてスクランブル交差点が作られたところです。ちょうど正面突き当たりビョーンと先のとんがった教会はオールソウルズチャーチ、あそこにこの通りを作ったジョン・ナッシュの胸像がご覧いただけます。その後ろ緑かかったガラスのビルはBBC の本部です。テレビでニュース見ると出てくるビルですね。通常ですとコロナがなければスタジオツアーなどに参加することも可能です。ここがヨーロッパで一番人々が訪れるショッピング街ですから、通常ですと渋谷のスクランブル交差点みたいに人混みでごった返してしまうところになってますが、今日は土曜日の朝、特にまだまだコロナ中ということで神奈川です。オックスフォード通り、この道をまっすぐ進んでいくと大学の町オックスフォードに行けるので、オックスフォード通り、もともとローマ人が敷いた通りでもありますから、しばらくまっすぐ走ってます。基本的にファーストファッションのお店が中心ですが、この国で3番目に大きなデパート、ジョン・ルイスが今右手です。もし生地だとか手芸用品というと来なきゃいけないのが右手、ジョン・ルイス。ここに来ると大抵目的のものを見つけることができます。はい、オックスフォードストリート、ジョン・ルイス、バス停の名前にもついてますね。ここにイギリスのユニクロ旗艦店があります。バス進んで最初の信号を左に進むと、そちらが高級ブティック街のボンド通り。ヨーロッパ有名ブランド、アンティック、宝石、絵画、そういうものを何でも買えるところです。ただこの辺りから右手一帯は医療関係が多く集まっています。はい、左手がボンド通りですね。まず有名なところはハーレーストリート、お金持ちしか相手にしないお医者さん通り。マイ・フェア・レイディのウィギンズ教授、そして英国国王のスピーチ、ジョージ6世のお医者さんも事務所を構えてたところです。そして歯医者さん通りのウィンポールストリート、女王様が使う薬局もあるウィグモーストリート、そういったところが右手一帯です。左手ボンド通りの鉄道の駅、左手入ると歩行者天国のおしゃれなショッピング街、サウスモルトンストリート。そしてこちら右に入るとセントクリストファープレイスというジュディ・デンチのお気に入りのブティックがあったりとか、こちら右手イタリアレストランがいっぱい集まってたりとか、そこを上がるとマルボンハイストリート、結構ハリウッドにも活躍しているようなセレブがふらふら歩いているようなおしゃれなショッピング街です。そしてイギリスで2番目に大きいデパート、セルフリッジスが右手でございます。1番は皆さんご存知のハロッズ。ハロッズは1824年創立、現在の立派なビルは1905年に完成していますが、セルフリッジは1909年にオープンしております。 The customer is always right、 日本語でしたらお客様は神様ですなんていうのを広めた一人がここの創始者、セルフリッジさん、アメリカ人です。お、ダニエル・クレイグ、007といってもポスターですが、はい、いよいよ007公開みたいですね。楽しみです。2013年にはセルフリッジス英国百貨店というドラマが大ヒットしまして、日本でも BS で放送されたそうですから、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。セルフリッジのお隣はイギリス人に根強い人気を誇るマークス&スペンサーです。1884年ポーランドからやってきたユダヤ人の移民が露店で、うちにあるもの何でも一遍にですよと始めたお店が1998年には純利益が1ビリオン、日本円で1500億を超える大企業に成長しました。近年ファーストファッションの躍進で、もともと人気があった衣料が売れなくなり、経営困難にも陥ってたんですが、最近では主に食料品中心に企業運営を転換し、今でも国内に1000店舗近く、デパートっていうよりはもうスーパーみたいな感じになってきてますね。品質のいい食料品でいまだに根強い人気を誇ってます。ここの3代目社長、男爵家に嫁がれたのが日本人で、敏子さん、マークス敏子さん、この方は日本の大学教授を務めたり、こちらでも教鞭大学で、講師をしてた方で、本たくさん書いてますね。英国貴族になった私、大人の国イギリスと子供の国日本、まあこの辺いいですけど、私は一冊も読んだことないですが、面白い題名では、とんでもない母親と情けない男の国日本、ふにゃふにゃになった日本人、しつけを忘れた父と甘やかすだけの母親、ちょっと笑ってばかりいれないような題名ですね。はい、この信号を右に入るとマンチェスタースクエアという広場です。今いるところはポートマンスクエア。マンチェスタースクエアにはもともと EMI の事務所がありましたから、ビートルズのデビュー作「Please Please Me」のレコードジャケットは本当はロンドン動物園に撮りたかったんですが、そこで断られて、ただ、その事務所のバルコニーから見下ろすところを下からカメラマンが捉えたというのがレコードジャケットになっています。そしてこのマンチェスタースクエアにはニューヨークのフリックコレクションみたいな非常に上品でかっこいい私が大好きな美術館があるんですが、右手ちょうど突き当たったところですね。そこには古典巨匠の絵画からこの間また山田五郎さんが取り上げてましたフランスのフラゴナールの描いたブランコ、こちらも展示されています。そしてマリー・アントワネットの家具が世界で一番多く集まった部屋、そして先ほど髪型で出てきましたブーシェの描いたポンパドール夫人の肖像画、18世紀フランスの装飾工芸品のコレクション、すごいです。その他甲冑、武器、いろんなものが集まっているコンパクトな美術館、必見です。今走ってるこの通り、昔は一方通行でしたからこの方向には走れなかったんですが、この2年ほどオックスフォード通りから北に延びる一方通行の通りはほとんどが対向車線となりましたので、昔ロンドンに来たことある方、住んでた方、なんか違うなと思われるかもしれません。ベーカー街です。シャーロック・ホームズが住んでた通り、221の B のベーカー街、実際本が書かれた時はその住所は存在しなかったんですが、道が延長され実在するようになりました。ただもう間もなく次の信号、右手角っこの黄色いレンガ造り見えてきましたが、そこはもともとビートルズのアップルズの事務所があって、彼らのベンチャービジネスでブティックやってたんですね。そこに2003年にブループラークという記念碑が貼られました。最初はジョン・レノンの名前しかなかったんですが、このブループラークという記念碑は基本死んで20年経ってということになっています。ということで2013年にそれが張り替えられまして、20年経ってないんですけど実際、2001年に亡くなったジョージ・ハリスンの名前も付け足されましたので、ビートルズのベンチャービジネス、はい右です、青くて丸いお皿が2階の窓と窓の間についてますね。ビートルズのメンバーは4人ですけど、ジョン・レノンとジョージ・ハリスン2人の名前しかありません。右手パラソルが出た白いところ、名探偵の名前を取ったホテル、レストランもありますから、シャーロキアンはちょっと覗いてみたいところですね。そしてフランスからやってきたタッソー夫人が蝋人形館を1835年に開いたのもこのベーカー街、ここから世界中に広まっていたわけです。内容で歴史がもう200年近くあるということです。ハリウッドで大活躍してますイギリス人のアクションスタージェイソン・ステイサムというのがいますが、2008年の彼の映画でバンクジョブという銀行強盗の映画がありました。その時に襲われた銀行がこのベーカーストリートにある道渡ったところ左、今でもロイズ銀行なんですがそこです、その時の地下貸金庫の銀行スタッフとしてカメオでなんとミック・ジャガーが出てきてますから、もし映画ファンの人いたらお好きな方ご覧になってみてください。ちょうどこの右手、角のビルの上に強盗の際見張りが立ちます。はい、ちょうど右奥の方、木と木の間のクリームルーのビルが現在のマダム・タッソー蝋人形館、これ右に入るとシャーロック・ホームズの像もあります。221の B ベーカー街は本来正面、白い塔に旗竿時計のついた建物があります。そこが221の B、昔はアビーナショナルという銀行だったんですが、今移転してしまいました。そこに世界中からシャーロック・ホームズファンからの手紙がやってきたらちゃんとその返事を書くスタッフが昔はいたんですが、今どうなったんでしょうね。ご存知のシャーロキアンの方いたらぜひ教えてください。本が書かれた頃には実在しなかった221の P ベーカー街ですが、レンガ造りのテラスハウス、いわゆる長屋スタイルですね。東を向いた窓、そこに下宿してました。全く本に出てくるような建物が進むと左に出てきます。中も本に出てくるシャーロックの下宿先みたいに改装し、シャーロック・ホームズ博物館になってます。世界中からシャーロックが集まってくると思います。そしてその横にはビートルズショップがあります。この139番ビートルズファン、シャーロック・ホームズファン、ゆかりのところ非常に上ですね。言い忘れましたが、先ほどのワラスコレクション、あそこにはシャーロックの宿敵ジェームズ・モリアーティ教授がシ書斎に飾ったクルーズの絵もあります。はい、ハロルズのトラックが邪魔ですが、はい、左手青いペンキに黄色い字、ビートルズショップ。そのお隣こちらです。2階の窓と窓にシャーロック・ホームズ・ディテクティブと書いてます。1階の売店でチケットを買ってこの黒い玄関の扉に並ぶんですが、コロナ前はすごかったです。もう1時間待たされることなんかザラでした。バスは進んで軽く左に曲がりますが、正面木の奥はロンドンで一番大きいリージェント公園です。ここには、日本の方に大変人気なクイーンメアリーのローズガーデンバラ園がありますので、ベーカー街まで電車バスでやってきて、これまっすぐ公園に入って右に折れていくと、もうここから歩いて10分弱というところです。もともと世界中からの植物の採取、そして、バラの品種改良などもイギリスがリードしてきてるんですが、バラはイギリスの国家でもあります。でもバラの母というとナポレオンの奥さんジョセフィーヌです。さっき出てきたナポレオン3世はジョセフィーヌのギロチンで首をはねられた最初の旦那さんとの間にいた連れ子がナポレオンの弟と結婚してできたジョセフィーヌの孫、そしてナポレオンの甥っ子にあたります。ちょっとややこしいですけどね、まあ、いずれにしても彼女はいろんなものに興味を持っていた大変な才女だと思うんですが、彼女がバラが大好きで世界中からバラを集めさせたんですね。そして品種改良を行わせたのでモダンローズの母と言われるわけです。この辺りから住宅地へと変わってきましたが、バス進むと左手に1899年非常に遅めにできた鉄道の始発駅マルボーンステーションがご覧いただけます。イングランド中央部のマンチェスターまでまっすぐ引かれた線路で、海岸線沿いじゃないんですね。こちらは山がないのでそういう線路の引き方ができます。ここはビートルズの「ハード・デイズ・ナイト」という映画がありますが、映画の中でリバプールのライムステーションという設定でビートルズのメンバーがファンに追っかけ回されるというシーンで出てきたところでもあります。あとシェイクスピアのふるさとストラットフォードに行くと通常直行便はないんですが、夏のシーズンですと唯一1本で乗り換えなしできる列車が出るのもマルボーンステーションです。ローズマリーロードからリソングローブという次はバスストップになりますが、次の角左がリソングローブという通りで、そこにシーシェルという有名なフィッシュ&チップス屋さんがあります。レイディー・ガガも行ったそうです。昔ダイアナ妃もここのフィッシュ&チップス食べてたとか。数年前、私もここでパルプというバンドのボーカリストジャービス・コッカーという有名な歌手に遭遇しました。はい、私たちは北へ上がっていきますが、この辺りは公団が結構あるんですね。公団があるということは庶民がいるということで、そういうところには安い日用品食料品を売ってるマーケットが出てます。はい、左手チャーチストリートマーケットです。はい、路線出てますね。あとこの辺り一帯は家賃が安いせいか昔から劇場ギャラリーアンティックディーラーなんかが集まったところで、昔のデパートの中に70店舗もアンティックディーラーが入ったという、まあ、ファンには応えられないようなところもあります。はい、そして私たちはそろそろ運河の上を抜けるはずなんですが、リージェント通りが引かれた時の計画の一環として運河も作られました。鉄道のパディントン駅からロンドンの北をぐるーっと回ってドックランドのライムハウスというところまで敷かれています。その運河をパディントンから途中カムデンというところまで、案内してくれる動画を私のガイド仲間が作ってますので、リンク貼ってますからぜひご覧になってみてください。はい、運河見えるかな。はい、右です。ここ細長いナローボートというのがちらりとご覧いただけると思います。見えたかな。はい、そして今度左手ご覧いただくと、はい、こちらもともと細いボートに荷物を乗っけて馬が紐つけて引っ張ったので、馬が歩いた道が必ずありますから、今そこがロンドンっ子たち、イギリス国庶民文化があるところは憩いの場となって、静かな散歩道になってます。次の信号を右に覗くとナイター用の照明みたいなのがあるんですが、クリケットのふるさとローズという競技場です。はい、見えるかな。はい、あちらですね。ちょっと競技場見えませんけど、そして左手に歩いているこのおじさん2人、ユダヤ人ですね。はい、頭のてっぺんに帽子みたいなのがかぶってますが、この辺りは昔からセファルディムという15世紀にスペインから追い出されてオランダ辺りの方に行って、その後イギリスにやってきたような、そういうユダヤ人の人たちが多いところです。今日は土曜日ですから、ユダヤ人の人たちのお休みは土曜日、これからシナゴーに行くんでしょう。今バスはグローブエンドロードというところを走ってますが、今ユダヤのおじさんたちがいたところの信号の通りからこっち側は高級な通りになってます。はい、というわけで次の信号ですね。今バスが回ってきてますが、ここを右に上がったところにはなんとポール・マッカーントニーのお家がありますから、後でちらっとそちらの前もご案内したいと思います。この道をまっすぐ上がると二股になるんですが、そこを左に進むといつの間にかアビーロードと変わります。はい、右に行くとポールの通り、サーカスロード。正面赤いレンガのビルが出てきました。今走ってますグローブエンドロードは、はい、アビーロードスタジオグローブエンドロード出てきました。グローブエンドロードは実は右手にこのまま右に行くと今いる通りなんですが、こっからこの二股左、ここがアビーロード。はい、この横断歩道です。ここビートルズの4人が当たってレコードラケットになったわけです。左がアビーロードスタジオ。はい、じゃあこちらでバスを降ります。はい、運転手さんありがとう。アビーロードスタジオ経営大変なんですね。数年前からアビーロードショップというお店もできましたが、ここはあまりビートルズグッズっていう感じじゃないですね。639、バイバイ。ビートルズグッズというよりも、ここのスタジオのアビーロードスタジオグッズっていう感じです。はい、スタジオの歴史がずっと書かれている奥右がお店で、一応毎日開いてます。このタワーハウスは1830年築だそうですが、そこを EMI が1831年に買って、そしてスタジオにしてます。通常ですと、たくさんのファンによる落書きで、この白い壁いっぱいなんですけれども、今コロナのせいかイマジンの詩の一節が書かれているようです。1831年オープンの時には威風堂々で有名なエルガーが指揮を執ってロンドン交響楽団で盛大なセレモニー、そして最初の録音がなされています。はい、このテレビカメラアビーロードスタジオ .com で横断歩道を渡る人の姿が24時間見れます。はい、というわけで、クラシック音楽、そしてビートルズ、ピンク・ロイドをはじめとする数多くのロックミュージシャン、あとインディアナ・ジョーンズとかスター・ウォーズとかエイリアン2、眺めのいい部屋、たくさんの映画音楽もここで録音されています。はい、では横断歩道を渡ります。昔とはちょっと位置がずれてるそうです。もともと道路沿いにアビーロードという看板があったんですが、常に盗まれるそうで、アビーロードの看板はこんな高いところに、現在設置されてます。なんとアビーロードの横断歩道は英国の文化的歴史的遺産の指定を受けた建物以外では初めてということだそうです。アビーロードスタジオもナショナルトラストが買うという話もあるようです。はい、と言ってるうちにそこから歩いて 4,5 分、先ほどのサーカスロードにやってきましたので、サーカスロード、ここからキャベンディッシュアベニュー、このキャベンディッシュアベニューの7番がポール・マッカートニーのお家です。ただその前にここにもう一人有名なミュージシャンが住んでました。ビリー・フューリー、1950年代の後半から60年代前半にかけてクリフ・リチャード、マーティー・ワイルドと並ぶブリティッシュロックの御三家と言われた人で、私は若いんで全然知らないんですが、はい、この青いプラグありましたね。あそこに住んでたそうです。ということで、ビートルズの前、彼の銅像はリバプールに行くとビートルズの4人の銅像に比較的近いところにあります。リバプールはアメリカ音楽が最初に入ってきたところなので、リバプール、イギリスの音楽界を、ロックミュージック、そういったものを引っ張った街、これが大陸への玄関口として栄えてたリバプールなわけです。はい、こちらです。この反対側、木の門のところが7番地、ポール・マッカートニーのお家です。あそこは番地が書いてないんですが、このお隣、今車の洗車してるところですね。ここ9番地なので、はい、こちらで間違えないはずです。世界中にお家持ってきてる人ですのでね、来た時にほとんどいる気配はいつもないです。はい、先ほどバスで走ってたグローブエンドロード、突き当たりがアビーロードと、そして道の反対側、今緑のバスの後ろ、出入り口が1箇所しかないのがセントジョンズの地下鉄の駅ですから、非常に分かりやすいです。駅を出て、大通りを反対側に渡って降りていくとアビーロード。この駅にカフェが1個入ってまして、そこでビートルズグッズ購入することもできます。コロナが始まる前は、先ほどのアビーロードスタジオショップの後ろにもビートルズカフェと売店みたいなのがあったみたいで、チラシを巻いてる人がいたんですけど、もうコロナで多分やってないと思います。はい、いずれにしてもビートルズグッズを買うんでしたら、シャーロック・オブ・ザ・博物館の横、あそこが大きいです。一番いろんなものが揃ってます。はい、ただちょっと T シャツとかね、買うぐらいでしたらアビーロードスタジオショップとここで間に合うかと思います。はい、セントジョンズウッドの駅で終わりにしようと思ったんですが、バスに乗ってベーカーストリートの駅、そこでビートルズショップ、シャーロック・オブ・ザ・博物館もう一回見て終わりにしたいと思います。今いるところはピンチュレーロードという通りで、先ほどより39番で走ったグローブエンドロード、アビーロードの東を南北に並行して走っている通りです。今13、そしてその次13、113来ましたけれども、このバス停に止まるバスはほぼ全部ベーカーストリートまで降りています。すごい近いです。5分ぐらいです。はい、ということで、皆さんと一緒にそこまで行って終わりにしたいと思いますが、うまい具合に始発じゃないんですけど、一番前の席が取れました。この辺りは、ポールのお家もあるように非常に高級住宅地ですね。前方を右手、1階建てのバスが曲がってきたところ、右に曲がったのがさっき言ったポールの家があるところです。そういう豪邸の中に比較的大型のマンションも立ち並んでいるところですが、前方右手の白いモダンなビルはマンションじゃなくって病院です。ウェリントンホスピタル、イギリス、ヨーロッパは医療ただというところが多いですけど、そういった中にプライベートの病院もありまして、食事の時にワインが出てきたりシャンペーン出てきたりと、そういう豪華な食事まで出るらしいですけれども、それに比べると日本は飲みにレストランに行ってもコロナで酒出しちゃダメとかね、その辺が水代わりに酒を飲んでたヨーロッパと日本の感覚の違いかなという気がします。はい、いずれにしてもここで亡くなったのが第8代スペンサー伯爵、これはダイアナ妃のお父さんですね。それからアラビアのロレンス、ピーター・オテル、彼は亡くなるまで活躍してましたけれども、2013年に右手ウェリントンホスピタル、こちらで亡くなっています。はい、するとその次右手に出てくるのが先ほどちらりとお話ししたクリケット場です。ローズクリケットグラウンド。はい、この右手ですね、3万人収容のクリケット場ですけれども、ここに国際クリケット評議会入ってまして、ただ今本部はドバイだそうです。世界で一番人気のスポーツはサッカー35億人、これファンの数です。2番目がクリケット25億人、3番目はバスケット22億、野球はなんと8位でたったの5億しかいないそうです。世界で最も視聴率が高いスポーツイベントはサッカーが1番、その次夏のオリンピック、そして3番目はクリケットのワールドカップだそうです。随分前ですが、クリケットのワールドカップ中、インドとパキスタン戦争始まったんですが、新聞の一面はクリケットのニュースだったということです。真正面のホテルは現在ダヌビウスですが、昔ヒルトンリージェンツパークという名前でした。こちらのホテルが丸ごと売っちゃって、ホテルの名前がちょくちょく変わります。いずれにしてもここツアーでよく使ったんですね。あら懐かしいわと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。バスがもうちょっと進むと、こちらはロータリーみたいなところ、ランナバウトっていうんですけど、その中が綺麗な花壇になってたり彫刻があったりしますが、こちらにはイギリスの守護聖人、はい、今ちょっと右です、ぐるっと回りますが、正面もリージェント公園です。はい、右手ドラゴンをやっつけてるのがイングランドの守護聖人、聖人ジョージ。彼の旗が白に赤十字ですから、サッカーの応援の時にみんな白に赤十字の旗を顔に描いて応援するわけです。聖ギオルギウス、ギオルゲオギオスギウスとか言いますね。イングランドのほか、あとジョージア、そしてエチオピア、マルタの国の守護聖人、あとモスクワの町の守護聖人でもあるそうです。ただたまにドラゴン退治してる天使の場合もあります。背中に羽が生えてる騎士じゃなくて天使、これはフランスの守護聖人セントマイケルとなります。はい、こちら左手はロンドン中央モスクです。現在の立派な金色のドームのついたのは1977年に作られてますが、もともとエジプトのカイロ考古学博物館のところに英国国教会の大聖堂を作る土地をエジプト国王にいただいたので、そのお返しにジョーソンのお父さんジョージ6世英国国王のスピーチの、ちょっとどもりのあった王様ですね、彼がお返しに、ここの土地をプレゼントして、そしてイスラムセンターと一緒に作られたモスク、それが作り直されたところとなってます。イスラム教徒は亡くなるとすぐその日にお葬式しないといけないそうで、ダイアナ妃と亡くなったハロルドの息子さん、その日にロンドンに運ばれてきて、こちらで葬儀をやって、そしてロンドン南のギルフォードというところに埋葬されています。先ほど139番のバスに乗って正面から私たちは走ってきて、この信号を右に入ってマルボーンの鉄道の駅、そしてチャーチストリートマーケットを見ながらアビーロードに行ったわけですが、あとローズのクリケット場は実はあちら3代目、バス進むと右手の通り奥の方に大きな木が見えたらドーセットスクエアというところなんですが、はい、右手奥の方の大きい木、一番大きい木が立ってるところですね。あそこがドーセットスクエア、そこにもともとトーマス・ローズさん、200年前にクリケットのプロだったと言いますから、驚きますけれども、彼がそこにクリケット場を作ったのが始まり、これがマルボーンクリケットクラブ、マルボーンクリケットクラブがローズクリケットグラウンドを持っているということになるようです。ドーセットスクエアにはそれが書かれた記念碑もありますから、本当に好きな方にとってはドーセットスクエアこそまさにクリケットの聖地と言えるかもしれません。はい、ではベイカーストリートの駅に間もなく到着です。シャーロック・ホームズに行ってもよし、ビートルズショップに行ってもよし、ビートルズショップの前にはブリティッシュロックグッズショップみたいなのがあります。なかなかこういうグッズ街中で買うところ少ないんですね。こういうのはもうそういうのはもう見つけたらあったところで買っとくというのがコツです。私はその後74番のバスに乗って、ハロッズデパートの前からビクトリア自然史博物館の前を通りアールスコートというところまで、行きたいと思います。そちらの方はまた数週間かかると思いますが、動画を作ってアップしますので楽しみにしておいてください。はい、右手にシャーロック・ホームズ博物館が見えてまいります。